こそですね。じゃあ群馬の水沢観音のおうどん食べます。よいしょ。つけつけつけ、そばと違ってうどんは全部汁につけた方がいいんですよ。ではいただきますね。おいしいなあ。これゆで加減もいいし、コシもいいや、ね、アポヤうどん最高です。美味しいですね。うん、うん、このね、うつもてのね、天ぷら、いや、かまぼこですけどね、食べてみたいと思いますよ。うん、うまい。あー、このちくわうまい。うん、ぜひ皆さんもね、水沢うどんをね食べてみてください。群馬のね、春菜山の近くにありますのでね。で、詳細はね、後でね、概要欄の方に貼っときたいと思いますので、皆さんよかったらね、見て行ってみてください。群馬へお越しの時は、名物水沢うどんをぜひご堪能ください。伊香保温泉の近くにお店がたくさんあります。なお路線バスなどはございません。自家用車のない方は高崎新前橋からレンタカーが便利です。